はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第160回でございます。今回テーマっていうかタイトルがね、あんみたいな感じがすると思うんですけど、今後の活動についてというので、伝えなきゃいけないことがあります。あと最後に相談もちょっとあるんですけど、短く済ませますんで、普段動画使ってくださってる方、よかったらね、これ聞いてってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。で、そうなんです。今後の活動についてなんですけど、まず、動画の活動、投稿をやめるわけではないので、それはね、それは違うんですけど、何度か今年ね、その投稿する本数が減ります、みたいな話をして、でもね、一応、英単語とか英熟語を始めたりして、本数的にはね、一応維持してきたんですけど、今後、特にまあ9月、今日11ですよね。まあ、そろそろだな。そろそろ、こっから、11月の末、早くてです。早くて。多分伸びる可能性もあるんですけど、ごめんね。早くて、11月の末終わりまで、投稿する本数がここはがっつり減る可能性が、出てきました。はい。事情はですね、詳しく話せないことばっかで申し訳ないんですけど、仕事と、プライベートです。仕事もですね、まあ、ちょっと新しい仕事を今いただいて、それに関することもあるんですけど、まだ言えないんでね、それはね、どういう話かっていうのは。あと、プライベートのこともあってですね、厳しくなりそうな、感じがするぞ。で、なんで、減りますと言わないかっていうと、減らしたくないんです。できる限り取りたいので、取って、ね、時間を見つけて取るようにはするんですけど、今、英単語とかさ、英熟語を偶数日にあげるって決めてやってるんですけど、それも、多分できなくなります。はい。で、できなくなるというか、その投稿する本数が減る可能性が大きくなってしまったので、今回。なので、そう、なるかもしれない。てか、多分なると思います。はい。本当今週というか、来週からですね。そう、っていうのをどうしても伝えておきたくって。で、先に言っておかないと、例えばね、自分よくツイッターとかでもそう、今もそうですけど、体調が悪かったりするんで、ね、心配かけるのもあれやなと思って、ちゃんとこういう場を借りて言っておきたいなと思って、今回その話をさせていただきました。早ければ12月の頭からね、普通に戻れると思います。はい。みんながこれから受験でね、大変なる時なのに、本当に申し訳ないんですけど、できる限り、はい。しつこいけどね。できる限りはちゃんと撮ってアップします。はい。できる限りね、やっていきますので、サボってるわけじゃないからさ。とか、超言い訳がましいけど。基本的に、やっぱり、一緒に頑張ってこうぜってスタンスでいたいんです。みんな勉強頑張ってるからさ。そう。で、俺も頑張るんで、その仕事のこともプライベートのこともそうなんですけど。そう、頑張るんで、ただ、頑張ってることを言えないんで、これを頑張ってるよっていうことを、そう、言えないけど、その多分仕事のことだったら、多分半年後とかかな、言えるようなのわからないけど、うん、これをやってたんだよ、頑張ってたよっていうのを言えるように、うん、しようと思いますので、まずひとまず、まあ明日以降ですね、昨日ちょっとアップできなくって、今日ね、英熟語のやつをね、昨日の分アップしたんですけど、おそらく明日からまたアップちょっとできなくなると思います、はい。ただ、もしかしたらだよ。俺ってアップしてんじゃんってなるかもしんない。で、それは多分きっとね、ちょうど、なんか時間うまくできて、こうね、撮れてる時なのかもしれないけど、今週は撮れるけど、来週はちょっと厳しいとかっていうことも多々あるので、なので、それを覚えておいてもらえたらと思います。すいません、本当にね、実は数ヶ月前から、ちょっと、もうまずいなって、スケジュール的にね、なってたんですけど、でも、やっぱり夏休みはどうしても、頑張りたかったんです。そう。どうしても夏休みだけど絶対踏ん張ろうと思って頑張ったんですけど、ちょっと9月からちょっと厳しくなってしまったので、はい。そんな感じでございます。申し訳ない。でも頑張るからね。で、あと相談なんですけど、相談っていうか聞かれたこと&相談なんですが、去年と一昨年ですね、10月、11月か、にイベントをやったんです。それ目標を達成したんで、全国のみんなに会いに行く、みたいなイベントをやって、本当にね、去年は北が、どこだ、岩手で、南は福岡県まで、分刻みのスケジュールを自分で、まあ自分、事務所とか入ってないんでね、自分で全部新幹線チケット取って、全国3日間かけて回って、ね、会いに行ったんですけど。
で、そういうのやりませんかって言われたんですが、まあ、目標ね、何個か、まあ、達成できてる目標もあるんですけど、今年。まあ、数字の目標は達成できてないですが、まあ、みんなに会いに行けることって自分はないので、そういう時しか。そうそうそう。ね。なので、なんかできたらいいなって思って、以前はちょっとオフ会ね、オフ会というか、まあ、10人ぐらいの方が集まっていただけるんだったら、集まってもらって、なんか話でもワイワイできたらいいななんて思ってたんですけど。で、それは実はちょっと諦めてないんですね。諦めて長いんですけど、その11月末までは、ね、どうしても怪しいというか、スケジュールが難しいっていうのもあって、でも12月入ったら受験生とか厳しいじゃないですか、やっぱり。そう、なので、やるやらない、はっきりまだ言えないんですけど、でも、なんかできたらいいなって思ってる。そう、あ、なんかアイデアが欲しいんですけど、そう、こんなことやったら面白くないんですかとかね、そう。まあ、そんなのもあるんで、それやりますかっていうのを結構聞かれるんで、もこの時期。そう、なので、やるとは言えないです。やらないとも言えないんですけど、ごめんね、中途半端で。まあ、そんな状況でございます。で、もう一個、最後、相談ですね。先週、先々週で一緒に勉強しようっていうシリーズ30分と1時間のアップしたんですが、これリクエストをね、すごいいただいているものが1個あって、それが定期的に30分でいいんで撮り直しというか、もう一回撮ってっていうのをやってくれませんかっていうのを言われてるんですね。で、これはその子に、まあ、その何人もいたんで聞いたんですけど、やっぱ同じ動画だと、こう同じ動画でね、同じ30分ってものでも、撮って、また新しく撮ってもらった30分だと、やっぱやる気が出るんですって。多分、なんか他の方とかでもあるんですよね。そういう一緒に勉強しようみたいなのあるらしくって。でも何回も見ちゃうと、気持ちがやっぱりちょっと、なんか飽きちゃうというか、いうのがあるので、もしでき、30分でいいんで、できたら、こう定期的になんか次2回目撮りましたよ。また一緒に頑張ろうみたいなのをアップしてもらえませんかっていうのを結構な方から言われてて。で、それをちょっとどう思うかなっていうのを、意見を聞きたいんですね。で、もちろんこの動画のコメント欄にその意見についても書いてもらってもいいですし、いやいや、今ある動画で大丈夫ですよって方もいれば、撮り直すというか、同じような30分を撮ってもらった方がやる気出るかも、みたいな。それはいいです。思ったままで構わないですし、これ今8時に動画ね、アップしてるので、ちょっとずれるかもしれないけど、8時ぐらいに、ツイッターやってる方は、連動でアンケート取ろうと思います。それについて。そう。で、8時ってすぐだとあれなんで、まあ、8時10分とか20分ぐらいかな。にツイッターの方でアンケート貼ろうと思いますので、どっちがいいかな、みたいな。そう。で、もしツイッターされてる方は、ちょっとポチって、なんだ、こっちがいい、こっちがいいっていうね。選択だけだからさ、やってもらえると、で、まあ、何パーセント超えたらやるっていうのは決めれないですけど、もし、なんかそこに、ね、それでみんなが勉強出るんだ、できるね、人気、なんかやる気が出るんだったら、そう、自分が今動画投稿ね、あんまりできなくなってしまうんで、それぐらいはやりたい、とは思うんですね。そう。と思って、はい。それを聞きたかったんです。だからもしよかったら、ツイッターの方連動でね、アンケート取りますので、よろしくお願いします。で、あとは、あれか、体調だね。実はですね、まあ、自分持病を持ってるんですけど、ちょっと。あと、体調が結構前からもあんま良くなくって、そう。結構医者に通いながら、騙し騙しやってるんですけど。で、最近、ちょっとそこもね、良くなくって、そう。それもあるんですけど、今回その投稿ちょっとね、なんだろう、ペースが落ちるっていうのも、ひとまず、がっつり治しますんで、まあ、治るものでもないんですけど、持病は。そう、でもまあ、ちょっとちゃんとします。ちゃんとしますっておかしいけど。で、ね、こんな病気がちな自分が言える立場ではないんですけど、特に受験生の方、もちろん受験生じゃない方もそうですけど、季節の変わり目で、特に夏休み終わって、学校始まってってなると、受験生だったらね、もうその、なんだろう、学校始まってってだけでも疲れるし、1、2年生とか、まあ、部活やってる子なんかもね、たくさんいるだろうから、こう、それに季節の変わり目があるので、すごい体調崩しやすいのね。なので、しっかり睡眠時間とって、体調管理気をつけてね、やっていきましょう。本当にどの口が言ってんだって分かってるけど、体が資本なんでね、体一番に考えて、みんなが楽しい生活を送ってもらえたらと思います。では、本当にね、こんな、内容で申し訳なかったんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。そう、ツイッター、何ですか？そう、書いてねえや。ツイッターはやってる方、ひらがなで3文字、ハイチって検索、ひらがなでね、ハイチって検索してもらったら1番に出てきますので、そこでやってますんで、もしよかったらそっちの方を見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。